はーい、こんにちは。このゲームです。はい。いつもよく見慣れた名前が今出ましたね。はい。大丈夫かな？俺これやっていけるかな？これやばいね。選んだかもしれないな。はい、こんにちは。ってことで、はい。新しい実況というところで、はい。ゲームやっちゃな。なんだこれ。あー、それっぽい。それっぽい。はい。身長高えな。足スラッとしてんだみんな。ラフが？ラフが？はい。ラフが。はい。スカーレットライダーゼクス。REV でも。はい。ってことでですね。あ、歌もある。歌もある。何これ何これ、かっこいい。あ、そうか。スカーレットライダーゼクスって、あれか。変身ものなんだっけ、ヒーローものなんだっけ、なんかそんな感じでしたね。あの、森田にしたねえな。レッドのホームページを読んだっていう。異常行為を行った時、そんな感じでしたね。赤と黒って感じですね。はい、ってことで買っちゃいました。ですね、あれですね、ある方が言ってました。乙女ゲームと BL ゲームとの違いは、 BL ゲームは男同士の恋愛、乙女ゲームは女の子視点の男女の恋愛を描いたものということで、じゃあ俺も乙女ゲームはやっていいのかなと思ってたところで、ちょっとそういうのも含めてうるせえかな俺これ、オープニング中に。はい、買っちゃいましたね。はい。ちょっと黙る、長いな、縦に顔が基本縦長やな、身長といい、何もかも縦長やな。主人公どの子、主人公っていうかメイン張ってんの。はい。で、いい、喋っていい。はい、スカーレットライダーゼクス REV ってことで、ですね、はい、どうもこんにちは、私です、ただいま。2010年に、私の大好きなレッドという会社の方が出したと言われている伝説の作品ですね。はい。そっからなんかビータで遊べるらしいっていう情報をキャッチして、マジかよと思って、キャッチしちゃったらやるしかねえかなっていうところで、はい、ということで、レッド、ちょっと待って、レッド早いよ、もうちょっと待って、はい、レッド、はい、ちょっとスカーレットライダーゼクス、はい、ゼクスということで、森田 D はかかってないでしょうけど、レッドが作ってる乙女ゲーなのかな、BL ゲーじゃないね、乙女ゲーだと思うんで、男女の恋愛だと思われます。なので俺はやってもいいというのをパイセンが言ってたんで、チョロイスラジオでパイセンが言ってたんで、いいかなというところでやっていこうかな。オプション見ようか。オプションだな。はい、オプションです。これいちいち読んでくれるのか。メッセージスピードか、これ早いんでしょ。オートメッセージスピード、これ普通でいいですね。はい、メッセージスキップ、これはまあいいでしょう。既読スキップでいいじゃん、うん、既読はスキップしたい。何これ何これ、何、フェイス知らねえよ、もう正直でいいよ。ボリューム、俺の声聞こえてっか。はい、聞こえてます。ボリューム変えんのか。変えます。このボリュームで合ってる。今ボリューム変えんのかっていうのカルパスな感じでした、ね、この音量でいいですか。カルパスって出てるから大丈夫かな、俺投稿してるから。まあいいや、これはこのままでいきましょう。はい、決定は戻ればいい。変更された設定 OK。 はい、 OK。 これなんかあれね、紙っぽいね、なんかボードに貼り付けてる感じなんで。じゃあ行きましょう。まあ、なかなかと喋ってても仕方ないんで行きましょう。はい、やっていこう。よし、一丁やりますか。やばいな、俺できるかな、これ。乙女ゲーだぞ。やべえな、俺これ。オープニングナンバー。はい。今、終わりさんの声だった。違うよね。違うね。勘弁して。怠惰なる日々に終わりを告げる存在。はい。ようやくこの時が来た。誰よ、これ。ちょっと、レッド味があるな。なんかレッド味があるな、この感じ。よくわかる、死から始まる感じ。あれの受領手続きが完了しました。あれ、以後我々琉球ラグの管轄下に入ります。琉球ラグ、わー、専門用語ばっか。もう青年ね。はい、名前は石田雨竜。石田雨竜にしか見えなくなった。今完全に石田にしか見えなくなった。はい、しかしよく政府が手放す気になりました。はい、なんか政府管轄のものですね。前線から遠ざかれば現実を見失う。4年間の平和が彼らの目を曇らせたのだ。
脅威は変わらぬままだというのに。ということでフルボイスなんですね。助かります。助かります。ありがとうございます。はい。喉を保護していきますね。赤の世界よりの侵略者。ほう、赤の世界。ライトフライオンノート。やめて、グゼって呼べるんだけど、俺には。赤の世界じゃなくてグゼって呼べるんですけど。はい。ライトフライヤーノート。はい。人類の危機に際して我々が持つ戦力は、戦闘ユニット一つだけ。ユニット一つ、やめて、ユニットとか言うのやめて。これ投稿時まだあれか。出てるかな。メインチャンネルやってるから。ナイトフライオーノートに対抗できるのは唯一スカーレットライダーのみ。他に何があろうと無駄だ。スカーレットライダーゼクス。ゼクスないんだけど、ライダーのみ。うん、そのゼクスってビータでついたのかな。ようやく存分に発揮できます、サブスタンス。もう専門用語すぎる。彼らは本能の塊、あれには抗えん。あれとかやこれとかそれとかやめて。もう年寄りの会話するのやめて。ええ、エピフォンの反応を。エピフォン専門用語多いな。ノート、ノート、専門用語書いたノートちょうだい。どういう意味か。間もなく奴らの大規模な侵攻が始まる。これ大丈夫？俺乙女ゲーやってたはずなんだけど。乙女ゲーだよねこれ。違うのかな。赤の世界による侵食。もう完全にレッドのレイワイユーでしかやってないからな俺。これ分かんねえな。赤好きでレッド。我らが青の世界を守らねばならん。青も出てきた。本能の赤と理性の青の戦いだ。ああ、そういうこと？うん。欲望に負けるなって。おお。救いの女神となるか、破滅を招く魔女となるか。誰？え、これ待って、ウィンドウってどうやって消せる？V いいんじゃない？ V いいんじゃない？え、ウィンドウ。あれ、進んじゃった。パクション。ガン飛ばしてくれる。あ、本当ね。何これ？え、どういうこと？え、なんかこれ犯罪味があるんだけど。これより。ゼクス計画を発動する。どうやってウィンドウ消すの？ね、ゼクス計画知らねえけど、ゼクス計画知らないけど、こう、あ、違う、あ、これでバックログですね。はい、もう一回ね、もう一回言ってっていうのができるね、これ。もう一回言って、いい、ガン飛ばしてくれる。できるね、はい。こんなんでいいよ。はい、これがメニューか。はい、OKOKOK。 で、どうやってウィンドウ消すの？これ違うな、進んだだけか。ウィンドウの消し方教えてよ。ああ、これ私？これ私？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 ちょっと起きろよ、いいかげん、お前。ああ、うるさいな。まだこんな時間、まだこんな時間じゃない。女の子の声で呼ぶって難しいよね。まあ私は女の子なんですけど。はい、いいね、ウィンドウがこんな感じで。ああ、かわいいかわいい。で、いけない。今日は着任の日だった。着任。ああ、もう、初日から遅刻なんてシャレにならないよ。ID カードは？あ、あった、あった。あったあったか。何？あなたの名前、フルネーム。アキ、アキラやめてよ。アキラちゃん思い出すからやめてよ。アキラハワードですよ。え、名前か。名前か。考える。考える。いつもの感じだと、あれなんだけど、考えますね。はい。ちょっとお待ちください。ワールドプログラム。はい。悩んだ結果、コントン夏美で行こうかなと思います。なっちゃんでいこうかなと思います。コントン夏美です。私よろしくお願いします。はい、コントン夏美でいきます。はい。夏美になった。コントンの黒天使だ。第6戦闘ユニット IS 琉球ラグ、ラグリー、ラグ属宅教官、コントン夏美か。コントン夏美ですと思う。勇気夏美じゃないかね。俺学生だった私が人類を襲う侵略者ナイトフライトノートと戦う組織、対総外防衛機関ラグ、通称ラグに入って、はい、1でもう1で経ってんの。あ、そう。こんな、これ乙女ゲーに設定していい設定かこれ。男の子ゲーじゃん完全に。両親と共に、ともラグの研究者だったことから、自分も人類を守るために何かしたい、そう思ってラグに入った私に思いもよらないピンチ、改めてチャンスが舞い込んできた。チャンスが舞い込んできた。なんと、最前線の現場である、琉球で、沖縄でいいよこれ。琉球での戦闘指揮官としての任を与えたのだ。待って、これまずいな。これ、あれか？ファイアーエンブレムと同じシステムかもしかして、またあれか？なずみ。今日から私が教官か。なんだかまだ、ピンとこないな。何これ？外から？なんだ？なっちゃん、何をする気だ、なっちゃん。なっちゃんって言うからね、俺。なっちゃん、夏美ね。
なっちゃん、私なつ、なっちゃんです。なつ、何か飛んでる。鳥にしては大きすぎる。あれはまさかナイトフライトノート。何ナイトフライトノートって。じゃあ敵、そう、そんないきなり どうしよう。とりあえず落ち着くことをお勧めします。あれは我々の敵ではありませんから。はい、誰、石田、わ、誰、彼らも確かに赤の世界の人類であり、元はナイトフライオノートと同質の存在。はい、しかし沖縄だね、 BGM 感。今の彼らはもう敵ではありません。なぜなら彼らは我々人類との共存を選んだんです。え、全然わかんない、何を言ってんのか全然わかんない。ナイトフライオノートでありながら人類に組みする彼らを我々はサブスタンスと呼んでいます。あー、ナイトフライトノートっていう、ちょっと長いよ、もうちょっと、何、もうちょっと、なんか短くして、何ナイトフライトノートってっていう敵勢力なのかな。だけど人類側についてるのをサブスタンス、もうサブスクでいい、サブスクと呼んでます。資料で見たことがあるけど、実際に見たのは初めて。今のがサブスタンス、サブスクなんだ。もういい、失礼な。そう、資料では見たことがある。赤の世界、グゼの世界に生まれながら、自分たちの世界を裏切って、私たち人類に味方してくれる存在。それが、グゼの王、違う、フレイムヘイズ。言ってしまえば、数少ない敵ではない。グゼ、もう、ナイトフライトノート、もう。彼らの力は絶大で、敵のナイトフライトノートと戦うにはどうしてもサブスタンスの協力が必要だとも書いてあった。長いね、もうちょっと短くできなかったレッド。だからサブスタンスはラグの戦闘ユニットの一員なんだって。あ、お、選択肢、なんだかかっこいい、あまりにも異質。ああ、かっこいいってとか、かっこいい、ラグ、さすがです。全く偏見がないと。あ、偏見だらけですよ、偏見の塊っすよ私は。いずれにしても偏見の目で見てますよ。不用意な発言は控えてください。はい、すいません。喋るな。指揮官であるあなたの彼らへの感情は、レゾナンスのパートナーであるメインスタンスへも影響を及ぼします。難しい。メインスタンス。ああ、彼らサブスタンスとメインスタンスね。はい。サブスタンスと共に戦う選ばれた者たちのことね。メインスタンスが人間。ああ、言ってて、ね。人間であるメインスタンスと、元はナイトフライトノートであるサブスタンス。うん、二つの異なる存在が争うことをレゾナンスという、ですよね。あ、まあ、フレイムヘイズでいいですよね、もう。もう要するにフレイムヘイズですよね。そうです。大体合ってる。そして、対となるメインとサブのメンバー5組で構成されているのが、第6戦闘ユニット。第6戦闘ユニット。本日付であなたが指揮することになる、第6戦闘ユニット、アイズです。アイズ合ってんの？アイズで合ってんの？マジ？アイズ合ってんの？電車の中で告白しそうで。ちょうどよかったかもしれない。今からあなたに彼らを紹介しましょう。はい、キャラクター紹介だな。それはいいんですけど、あなたは誰ですか？石田ウリュウですか？クイーンシーですか？これは失礼しました。僕は天笠総一郎。天笠あなたの補佐官を任せています。天笠か、天笠ってなんか珍しい名字、いいね。天笠、へい天笠。補佐官、ずいぶんと若いですね。あなたほどではありませんよ、教官。俺教官になるのか、また教官になるの。それはそうですけど、それにここは私かわいいね、なっちゃんかわいいね。学園施設、あ、学校ほとんどのメンバーが僕やあなたと同年代です。まあまあそうだよね、急にこっついおじいちゃん来ても困るよね。ちなみに僕もまだ学生で学校では放送部を務めます。あ、やりそうやりそうやりそう、放送してそう、放送してなんかさ、やってそう、ラジオやってそう。昼間のラジオやってそう。はあ、そういうものですか。それから僕に敬語を使う必要はありません。お前が使うんだもん。戦闘ユニットのメンテナンス主任である僕は、いわばあなたの助手のようなもの。はい、フランクな対応をお願いします。フランクでいい、フランクでいい。おい、カスカスはダメか。あ、甘カスって言われちゃうんだ俺って。え、でもあなたは戦闘指揮教官なのですよ、対面も考慮してください。そうですね、うん、分かったよ、よろしくね、カス。結構。カスくんって言って。さて、僕のことはこれくらいにして、行きましょうか、教官。やばいな、乙女ゲーやってるよっていうだけで、なんかテンションおかしいな、俺。今からご紹介するサブスタンス、はい、そして、彼らと対応なすメインスタンス。はい。まあなんかそういう感じね、フレイムヘイズとグゼの王がいるんですね。あなたにとっては、彼らこそが重要なのですから。はい。
あー、なんかウリューは青を司っているか白を司っているかどっちかだね。ここがメンテナンス。風吹くのいるから見てるのかもしれない。サブスタンスたちのたまり場です。はい、たまり場では。入りますよ。はい、失礼します。頼もう。俺だ、夏美だ。皆さん、はじめま。はじめま。おお、重刀だこれ。え、なにこれ。やったってやった。なにこれ、人人。なにこれ、なにこれ、なにこれ。人ではないな。はずれだよ。ちょっと待って、ウィンドウ消したい、ウィンドウ消したい。ちょっとウィンドウ消したいんだ。こ、あー、飛ばしちゃった、飛ばしちゃった。ごめんごめんよ、ごめんよ。はい、こら、フェル、壁は壊さないように殴れ。壊さなければ殴っている。だってよ、レスの野郎が。ん、総一郎、そいつ誰だ。あ、総一郎ね。はい、待ってね。操作説明ない。ちょっとウィンドウ消したい。ないんかい、ないんかい。もうもうそういうことするんだもんな。もう開いちゃうぞ、開いちゃうぞ。開いちゃう。何これ、何これ。なんで9ページから始まったの今。ちょっと待ってね。ウィンドウ非表示は×ボタンでいいですかね。×ボタンでいいですかね。 OK、 ありがとう。書いていいよ。はい、 OK、 やっとこう。こうね。あー、なるほどね。ギター置いてあんな、ギター置いてあんな。だからデコってるギター置いてあんな、そこに。はい、まあ、かわいい子。若くてお肌もピッチピチ。触っていい、触っていいの、これ。お前どうやって触るの。あ、手あるのか、手あるのか。一応手なのかな。触っていいの以前にどうやって触るの。え、あ、あの、やめろデュセン。デュセン困惑してるじゃないか。デュセンが多分ウリュウのウリュウでいい、ウリュウのパートナーかな。そしてできればその鎌口もやめてくれ。あ、やっぱ男だよね。まあ、それって人格否定よ。そうちゃん、あなたをそんな子に育てた覚えはありません。ありません。お前に育てられた覚えはない。いつまで触ってるの。触ってるんかい、すでに触ってるんかい。絶え間なき美がそこにある限りよ。じゃあ永遠にですね、永遠に。少し控えぬか、リュウセン。客人も怯えておろう。ボスだな、ボスだな、ボス感があるな。ディバイザー、ディバイザー、どうもありがとう。やばいな、混沌の黒天使と対抗できるのいっぱい出てくるな。興味深いな。もっと地高を寄ることを許すぞ。ディバイザー、どれだけ上から目線なんだ。ヒャヒャヒャーヒャヒャヒャー、立憲ばっか。あー、女性の体つきしてるね、この人は。この人、この人でいいの。猫だね、フォルムが。キャー、何。ヒヒヒヒ。お前日本語喋れねえの、お前。あパペットマペットマペットマペット。何、何なの、くすぐったいよ。こらこら、立憲、そんな唐突なスキンシップは失礼に当たるぞ。猫なんだろうね多分。でも珍しいね。お前は何だ。立憲が初めて会った人にいきなり懐くなんてさ。お前完全毒。てか足とか何もかもないけどね。何これ。彼女は今日赴任してきた会津の新しい戦闘指揮教官。はい、会津です。で、田園田園少女から引っ越してきました。違うね、オレオワから引っ越してきました。混沌夏美と言います。よろしく。混沌夏美です。よろしく。混沌夏美やばいな。ほっほー、この可愛い子ちゃんが教官、冗談じゃねえのか。ああ、ここから、これからよろしく。少し静かにしなさい。ちょっと上取ってっか。少し静かにしなさい。控えなさい。強気じゃねえか。なんだこれ、なんだこれ。ますます気に入ったぜ、かわいこちゃん。何、今の好感度めっちゃ上がったんだけど、右が。なるほど。あなたはそういう接し方で行くつもりなんですか。いやいや、違う違うよ、別に。違う。それが果たして、どのようにメインスタンスに影響を与えるか。メインスタンス、うん。メインスタンスと人間でしょ、今の人たちじゃないね。え、それってどういう。こいつ喋れねえんだな。なっちゃん味が出てるけどね、首輪ついてる。何くれるの。これ何、何くれたの。お前よかったな。それリッケの大好物のトカゲの尻尾だぞ。あー、人外だな。トカゲ、わー、トカゲ
いらねえのかならばキャッチ、よっしゃー。何これ、どういう使いが、これ誰と俺は恋愛をすればいいの、乙女ゲって何これ、うん、どういう、何これ、お前ら違い分かんねえ。フェルナンデス、さあ早速わしの夕食を献上するのだ。何これ、どう、何これ、何よこれ、誰と恋愛しろというのよ、これどうやってんのよ。なんで俺がキャッチしたもんを天井しなきゃいけねえんだよ。天井ね、天井、天井ね、天井ちゃうわ、フェルちゃん、フェルちゃん、天井よ、差し出すこと、はい、お前ら画面内もうギリギリってかもう溢れてんだよ、もういろいろ。これだからバカなんですわ。ヒルナンデスか、ヒルナンデス。おいおい、レスが勝手に自分のことバカだとか言い出したぞ。罵声を浴びせられていることを理解できないのって幸せね。確かに最強だね。無敵だわ。いいから尻尾をよこさぬか。キャラ濃すぎんだろ全員。なんだよ一見、これは俺のだぞ。何も言わない。私何も言わない。先が思いやられるといった顔をしていますね。そこまでは思ってないけど、ずいぶん自由奔放なんだね。じとめ、じとめ、私じとめ、なっちゃじとめ。彼らはもともと赤の世界の住人なの。グゼの、グゼの住人ね。グゼ、赤の世界。本能だけに支配された真っ赤な世界なんて本当にあるの？ええ、もちろん。対して、うん、理性を司る僕たちが住むこの世界を青の世界と呼ぶ。人間界、人類の世界は青の世界。今さっきの化け物たちの世界は赤の世界だね。なるほどね。おー、綺麗。お綺麗ね。これスクリーンショットいける？いけるやないですか。はい。赤の世界と青の世界、両極端の二つの世界。でも元は一つの世界だったんだよね。ええ、その通りです。元は一つ。かつて世界にはそれを支える柱があったと言われています。柱。絶妙な位置とバランスにより成り立つ世界を保っていたそれは、うん、まさに神と呼んでも差し支えのないもの。しかしいつの日か突然その柱は崩壊してしまった。ほう。そのことによって発生したのが世界の分裂です。真っ二つに赤と青に分かれたところで、世界は理性を象徴とする僕らの世界青の世界と、うん、本能に支配された赤の世界に分かれてしまった。なるほど。それが神の消滅後のこの世界です。二つの世界は両極端ゆえ互いに理解し合えない。そして本能だけで生きている赤の世界の住人は闘争本能のままにこの青の世界を侵略しようとしているのよね。ああ、そういう感じか。大丈夫、本能だけだとやられない、女の子やられない、やばくないか。ああ、その通り。大丈夫か、理性で止めてるじゃないの。そんな侵略者の手から青の世界を守るのがラグの使命。理性を取り払うと男を襲うのか。怖いな、怖いなこれ。うん、そうだよ、そうだったね、そうだったよね。でもなんか変な話だよね。赤の世界からの侵略者を倒すために赤の世界の住人に協力してもらうなんて。毒を持って毒を制すという言葉もあるでしょ。うん、ミイラ取りがミイラになるっていう言葉もあるけど、実際問題として理性というタガのないナイトフライオノートの戦闘力はこの世界の人間を凌駕します。あー、理性への正義をかかっていない赤の世界、ライトフライトノートが赤の世界でいいんだっけ、住人のことでいいんだっけ、の戦闘力は、まあ、強いということか。あー、性欲も強い。対抗するためにはこちらも敵と同じ本能の力をぶつけるしかないのです。なるほど。だけどなんかちょっと不安なシステムだよね。ええ、もちろん本来は敵だった者の力を借りることのリスクはあります。しかし見てください。ほう。それ本当なの、レスチン？レスチン、本当だよ。その尻尾はね、リッケンがずっとずっと前から大事にしてた宝物なんだ。ダメだ、まあ、全然覚えられねえ。この子たちの名前が全然覚えられねえ。ヒョヒー、リッケンが猫ね、はい、レスチンが骨。いるなんですが、そうだったのか、リッケン。ごめん、ごめん。バカにしてんだろお前。ごめんの言い方、バカにしてんだろ。そうとは知らずに、俺ってやつは。なら、この尻尾は返すぜ。ほらよ、リッケン。はい。うん、
わしも異論はない。それはお前の宝だ。一見よ。はい、このなんか一番理性がありそうな人ね。なんか一番壊れそうだね、この人。理性あるんだ。よかったわね、リック。カバキャラがいるっておかしくて。ただ純粋な。何ゲーだよ、本当に。純粋ゆえに好奇心旺盛。ああ、レッド、こういうね、悪ふざけみたいなやつっていっぱい出してくるから。その好奇心ゆえに、普通のゲーム作らねえんだよな。興味を持ち自ら歩みを振る。ずれたものを作ってくるから楽しいんだよな、レッドは。はい。何、うん、いわば、純粋さこそが、彼らのサブスタンスと、侵略者ナイトフライオノートとの違いなのです。なるほどね。要するに、好奇心の方が勝ってしまったと。なんか、侵略する闘争本能より、それで青の世界に興味を持っちゃったってことは。純粋か。それはレイダだよ。純粋はレイダだよ。大丈夫か。ええ。彼らが決して悪いやつでないことはこの僕が保証します。うん、わかるよ。ねえ、立憲でいいのかな。さっきはごめんね、猫か。もしよかったらその尻尾改めてもらっていいかな。食べるのはちょっと無理だけど。ヒューヒー。どっちどっち、それどっち。まあ、リックも喜んでるわ。リック、日本語はわかる。リック、こちらの言葉はわかってんの。向こうの言葉はこっちわかんないけど。心の距離を一歩縮めたといったところでしょうか。なかなかの手際ですよ。手際とかじゃないよ。私もあの子たちのこと信じてみたくなった。そうですか。それはよかった。いずれにしても彼らは戦闘ユニットアイズの一員。アイズって言われてもどうしてもな。コミュニケーションを取ることで戦闘指揮教官として得るものもあると思います。ですから気が向いたら気軽にこのメンテナンス室に立ち寄ってください。はい。まあ、赤ん坊のおもりでもすると思って。ああ、マザーですか。私、おもりか。ずいぶん巨大な赤ちゃんだね。いや、まったく。でもなんかやっていけそう。思ったより怖くなかったし、みんな人間と変わらない感じだし。本当か本当か。だいぶ人間と変わってるけどな。しかし完全に心を許して油断することもお勧めできません。先ほども言いましたが、彼らの力を借りレゾナンスにはリスクが伴います。リスク、ね、ですが暴走する的な。では今日はこの辺にしましょうか。あなたも慣れない環境で疲れているでしょうし。まあ確かに慣れない。乙女系とか慣れない。この絵柄がもはや慣れない。本当に大変なのは明日以降なのですから。はい、ありがとうね、ウリュウ。いやー、格語り入るの。赤の世界から来たにもかかわらず、私たち人間の味方をする異端の存在、サブスタンス。なんて言うから、もっと仰々しいものを想像してたんだけど、彼らはまるで無邪気な子供みたいだった。ちょっとやんちゃで苦労するのかもしれないけど、多分大丈夫。だってみんないい子たちだもん。共感なんだよね、私。どうもあれ、こうして私の琉球ラグでの生活が幕を開けた。今度はついに私が受け持つことになる生徒たちとの対面が待ち受けている。なんかドキドキするけど、ちょっと楽しみかも。一体どんな子たちなのかな。私は何を教えるの。はい。ニュースなんだ。え、なんか始まったぞ。何？エブリワン、ご存知ですか？琉球ラグに最新鋭の V トール機が配備されたって。はい、何お前。キャスターじゃねえよ、完全タイトルといえば無駄飯ぐらいで有名なんだけど、ここに来てでっかい買い物。どこのチャラをこれ。どうせまともな出動もないのに本当にそんなもの必要なの。何これ、ちょっと待って、何これ。あとおまけでスカーレットライダーゼクスこと第6戦闘ユニットアイズ用の教官もついてきちゃった。ああ、それ私のこと。これでヒーローたちも本格稼働。あ、やっぱヒーローもの。いいとこ見せてほしいね。うん、まだ全然わかんないね。次回予告なんだこれ。何度経験しようとも、バトルフォーメーションの一つを発動。あー、これ、あー、これ、まあ、投稿してないか。いやー、ある感じだ。なんだこれ、どうなってんだこれ。うわー、ラケット出た、ラケット出たぞ。団長でスタンダード。団長でスタンダード。わー、なにこれ。セーブしますか。なんかトロフィー、なんかトロフィーくれた。はい、セーブする。なにこれ、これどれくらいいけるの。あ、すげえいける。よかったよかった。はい。あ、違う、あ、違います。これ進まないって言ったらどうなの。いいえ。え、
赤の世界からの侵入者に人類は脅かされていた。そんな中、一人の少女が琉球ラゲンと着任する。待ち受けて、こういう性なのね。俺セーブしなかったんだけど、今ちょっと、ちょっときつい。またやんなきゃいけない。ちょっと今終わろうと思ったんだけど。くそー、続けとりかー。はい、じゃあまあ、よくわかんないけど、こんな感じで、私こと混沌夏美が、この世界を、縦横無尽に駆け回っていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうねー。